どうも、三崎元健太郎です。まずですね、愛席食堂を見ていただいた皆様ありがとうございます。はい、今回ね、千鳥さんのお二人とね、たくさんの先輩芸人たちと、野球のね、ロケをしてきまして、今日はですね、そちらの、テレビの裏側とかね、共演者の皆さんとかのね、話をしていこうと思います。はい、今回はですね、僕の知り合いの、ディレクターさんとね、電話が繋がってまして、まあね、インタビューって感じで、やっていきますんで、早速やっていきたいと思います。ということで、三崎元健太郎チャンネル、プレイボール！あ、まずさ、オンエアを見てみて、ぶっちゃけ自分はテレビをチャンネルを回したくなりましたね。ひどい言われようやなと。で、自分はね、プロは、見取り図さんと、まあ、その、選手側やったら僕だけやったんで、あとみんななんか素人の人たちだったんで、なんか、もうどこまで出て、どこまで出なきっていう、もうそもそもそれがね、っていうのもあるし、ちょっと、そういうね、まずその空気感がちょっとまず、ね、そんな、まあ、芸歴2年目やったんで、かわかんないですけど、まだね、そこはちょっとまだ、はい、難しかったところはありますね。そうだね、まあ、番組的にはね、多分、その、ほんまに おもろなかったらカットされてるし、うん、で、なんかその自分の、そのね、結構、やっぱ、あ、そういうお笑いでやってたんちゃうんやなと思って、いろんな、やっぱ、試合ね、いろんな、同期とかに、まあ、見た同期からさ、なんか連絡とかいただいて、まあ、それで話したら、めちゃくちゃ美味しかったや、みたいな。やっぱみんな言ってくれて、これをやっぱ美味しいと思わないと、芸人ではないよ、みたいな。っていう感じでは言われたかな。なんかもう、うん、今回のその試合ロケを通じて分かって、そのやっぱり自分の、やっぱ料理してくれる人に身を任せるのが委ねるのがやっぱ一番面白いやなっていうのと、あ、俺ってこういうやっぱりこういういじられキャラなんやなっていう風にね感じて、うん、なんかあんまり考えってやるタイプじゃないから、考えてお笑い笑かそうっていうタイプっていう笑いよりも誰だな、例えると誰なんやろな、出川さんとか、出川さんとか。でもなんかこの前回のそのミヤちゃんの、ミヤちゃんがその何をトンネルしてボールをファーストに投げるっていう隠し球をするっていうくだりが分かってなかったんで、その、僕が、ミヤちゃんそこはトンネルして、今ファーストに投げるっていうのを求められてますよ、みたいなことを話したんですよ。したら、なんかそれはオンエアでは全くね、僕はその単なる、ほんまになんか、しょうもない感じだったんですけど、そういうのはちゃんと、ちゃんと俺見てたからとか、スタッフさんが見てたから、みたいなことを、ちゃんとね、番組の方言っていただいたんで、もうそこは嬉しかったなって思います。メンバーが、もう、なんかその、マネージャーから送られてきた、もうメンバーがすごくて、まあ、千鳥さんはもちろんのこと、プラスマイナスさん、天竺ネズミさん、アキナさん、見取り図さん、金属バットさん、で、あと森谷日和さん、っていう感じで、連絡をもらってたんですけど、もうなんかもうその時点で、もうなんか、あれやなと、もう、先輩らに、の、もう見て学ぼうではないけど、そういうぐらいのなんか心の余裕が、あったんで、もうね、もう自分はもう野球を、本気でやって何か、いいなんかチームプレーが起きないかなみたいな感じでね、ロケに挑みました。うん、でそこで、とりあえずは吉本の、でもね、僕と森谷さんだけだったんで、僕はとりあえずそのスタッフさんに聞いて、先輩らの、舞台楽屋挨拶したいんですけどって言って。で、まあ、案内し、していただいたところに、まず最初に、いたのが、朝声声選手と、インパス包み下選手が、まず、いました。関本さん、本家は今、どうしてんのみたいな。で、その後に、また別件で、僕の、その、吉本の同期って誰なみたいな感じですね。で、その後に、今回は、包み下審判とお呼びしようかなと思うんですけど、はい、挨拶させていただいて、で、どんな話したかっていうと、まず、その、今年の、阪神タイガースと、
DeNA ベイスターズ事情についてね、二人でいろいろなトークをして盛り上がりましたね。はい、アドバイスをもらうとかしなかったんですが。そうですね。お笑いの話は一切してないですね。見取り図の、リリーヘッドコーチとかやったら、その試合中が何度も僕は僕を代打で、行きますかみたいなのをノブ監督に提案していただいたりとか、もうええねーみたいな、そういうなんかやりとりがあったりとか、金属バットを、友安、選手は、ロッカールームで女子マネージャーに下ネタばっか言ってたとか、あと、プラスマイナスの岩橋選手とかやったら、もうめちゃくちゃ面白かったですね。もうなんかもう、芸人やなっていう感じの、もう立ち振る舞いとか、もうギャグしたりとか、わ、これが芸人なんやな、みたいな。人前だ、もう立つのが好き、みたいな感じの、やったりとか。かな。で、最後なんかその写真撮るときに、天竺ネズミの、瀬下選手とか、川原選手とか、なんかその最後みんな写真撮るときに、僕一番裏でいいですよ、みたいな感じだったんですけど、いや、まあ、もう前行け、みたいな言われて。で、なんか、ノブさんの前行ったり、なんていうんですか、今多分これサムネイルになると思うんですけど、みんなの前で僕がちょっと、学校のクラスで一人ではいるであろう、なんか、こうやって寝転がるみたいな感じのキャラみたいなのをね、やっていただいたりとか。結構なんか、なんだかんだ言って、なんかその先輩たちに可愛がってもらえたのかなって、思いますね。大悟さん、まず、楽屋から出てきていただいたんで、まぁ、ちょっと軽く、ご挨拶だけして、おーみたいな感じで、な対応でした。で、ノブさんは、まぁ、あれですね、実際、二席ほどって野球やってたみたいな。で、野球高校から始めたんです、みたいな。あ、そうなんやー、みたいな。今日よろしくねー、みたいな感じで。っていう感じですね。ちょっと首ってどういうことですかみたいなことをちょっとノブさんにかまさなかったですか。あ、はい。ですね、そんなに、ノブ、そこまでのタイミングは、ちょっとなかったですね、雰囲気的に。雰囲気的に。いやー、なんかでも、なんかテレビで、なんか、テレビで見るなんか優しそうな感じ、そのまま、でしたね。大悟さんの方がちょっとなんかちょっと怖そうやなって思いましたね。それやったんで、そのね、やっぱ僕もモノマネとして打席に、まあ、1打席目入ったんです。それも坂東英二選手と1打席目対決したんですけど、はい。で、普段ね、そのモノマネで別の先輩たちと野球やらせてもらってるんですけど、そこはもうね、バット短く持ったりするとちゃんと突っ込んでもらえるんですよ。突っ込んでもらって、バットでまず、短く持つじゃないですか、真ん中ら辺持ったとして。で、あるんですけども、僕が打席に今回入った時は、もうええー、ってみたいな。いや、もうほんまにガチでやれ、真剣でやれよみたいな。いらんからそんなみたいな。っていう感じで、で、言われて、もう僕もね、もうそんなもうめちゃくちゃ緊張してるんで、もうわからないんですよ。どっちだこれ。これ、あかんのこれガチでやるやつで、もうと思ってめちゃくちゃ悩んだんですよ。で、その2球、とりあえず、ストライクみたいな感じで、まず2球とも空振ったんですけど、はい。で、そこで、堤下審判の方に、もう僕ちょっと、いや、お笑いとか、そのね、やったお笑いとかわかんないですよ、みたいな、こと、話して、で、話してる間に、もう、坂東選手がもう3球目投げてきて、で、気づいた時には時すでに落として空振り三振、みたいな。で、そこで、ここがちょっと鍵なんですよ。僕結構もう、今そんな感じでもうわけわかってない状況なんですけど、全若手芸人に聞いてほしいぐらいめちゃくちゃいいこと言うんですけど、その、わからない時に、唯一初めて、ノブ監督が、あれです。そんで、そのまま僕、引っ込めさせられたんですよ。守備つこうとしたら、もうお前もう、いいから、みたいな。まあ、もう、引っ込め、みたいな言われて、なんでですかみたいな。もう、首とかやめてくださいよ、みたいな話して。で、その後に、ノブ監督が僕に話した言葉は、もう一回打席あったら、全く同じことやれっていうフォローが入ったんですよ。
それで、うわー、なるほどと。うわ、そういう、ちゃんと、緻密な、なんか作戦っていうか、なんか、そういうのを一言があったんで、あ、今ので成立してたんやなっていう、もう一気にも安心感ですよね、それで。さらにね。なんか、別にこのままでいいんやって。僕、こう、自分このままでいいんや。もう何、自分が何しようと、全部、もう、うまく、いじってもらえるから、ってことで、もう一気にね、気持ちが楽になりました。っていう感じのね、打席でしたね。1打席目とか、はい。で、引っ込んだ感じですわ。なるほど。これ、そうですね。多分何やっても受けないんで、何やっても受けない空気で、何も受けなかったんですよ。でも、みんなが突っ込んだり、笑いにしてたので、いいです。別に僕はそれでいいです。僕自身の何か、僕自身で一人で何か爆笑を取ったとか、そんなのはないです。